はい、行きましょうか。ちょっと待ってください、和美さん。あの、今日で兄貴が死んでちょうど6年、俺ずっと和美さんに言いたかったことがあるんです。すいません、お墓の前で突然。でもこれは兄貴の前で正々堂々と話したいことなんで。和美さん、俺と結婚してください。俺、兄貴の結婚相手として紹介された時からずっと和美さんのことを見てきました。好きになっちゃいけないいけないって頭では分かってました。でも好きなんです。兄貴が死んでから和美さんが俺を頼ってくれたこと、すごい嬉しかった。これからもずっと俺が和美さんを支えますから。おばさんなんかじゃない。俺だってもう40近いおじさんです。俺が思ってるような女じゃない。そんなことない。俺は和美さんのことずっと見てきたんですよ。和美さんのことは何だって知ってます。知ってます、知ってます。はい、兄貴と結婚してるとき浮気したことあるんですよね。知ってます。それも1回や2回じゃない。定期的に体の関係を持つ男性が複数人いる。知ってます。出会い系アプリでは7歳年齢さま読んで、ポメラニアンを抱きかかえて、ほぼポメラニアンの可愛さでいろいろカバーしたプロフィール写真。知ってます。でも兄貴知らなかったと思うんでごめん。なんだって知ってます。はい、熟女キャバクラで兄貴に隠れて働いてたこと知ってます。錦糸町のムーランルージュ。他の女性たちがみんなアゲハとかハズキとかそういう源氏名つけてるのに、アンハサウェイが好きだからって一人ハサウェイって源氏名で浮いてたこと知ってます。せめてアンだよね兄貴。なんだって知ってます。一時期純烈にドハマりしてたけど、なんか恥ずかしくて言い出せなかったこと知ってます。毎朝仕事に行く兄貴を見送るとき、ドアが、玄関のドアが閉まった瞬間、こうやってストレス解消してたこと知ってます。枕カバーを新しく買い替えたときは今夜抱いてほしいの合図なのに一度も気づかれなかったことも知ってます。あれは兄貴も悪いよ。なんだって知ってます。はい、子供の頃家族で金ちゃんの仮装大賞出て優勝したことは知らなかったけど、それは単純にすごいよね兄貴。高校生クイズも優勝したことあるんですか。兄貴、和美さんは俺たちが思ってるような女じゃなかったかもしれない。でもそんなところもひっくるめて俺は和美さんが好きです。俺と結婚してください。まずはお付き合いから。本当ですか。やった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 兄貴、やったよ。俺和美さんのこと必ず幸せにするからね。あれ今こうやってやってませんでした。